なろうという大変乱暴な法律が施行されようとしています。となるとこのような不安定な取り立て物、自分からの会社や融資をため融資者がいなくなってただでさえ下がっている横須賀の地価がますます下がり、私たちの貴重な不動産が大きく減少してしまいます。それだけでなく、今年は空母配備50年、そして原子力空母護航15年、さらに関東大震災100年です。大地震と津波が原子力空母を襲ったとき、ここからわずか 1.5 キロに停泊している原子力空母は本当に安全なのでしょうか。また米海軍横須賀基地からは昨年5月以来、有毒な有機フッ素化合物が横須賀の海に出され続けています。さらにはたびたび起こっているアメリカ兵による犯罪事件、昨年夏に逗子海岸で起こった連続通り魔事件も米海軍横須賀基地のイージス艦の乗組員によるもので、今この乗組員が無罪の主張をしようとしているため刑事裁判も約1年経ってもまだ始まらない。そして被害者は一銭の被害の賠償も受けていないんです。このようなマイナスの町のイメージをなくしていくために神奈川県と横須賀市の役割は極めて重要です。4月9日には県議会議員選挙、県知事選挙、そして4月23日には市議選挙、市議会議員選挙があります。先ほど言った長年環境を守ってきた葉山の町の人たちと同様に、私たちも今こそこの町のマイナスイメージを隠すのではなく、プラスに変えていくために私たち自身がまず考え、次に投票所に行って私たちの代表すべき議員を選び、さらにはその議員と一緒になって本当に住みたい町を作り上げていこうではありませんか。そのためにみんなで力を合わせていきましょう。